んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマはわがままをやめるです。普通わがままな人はわがままをやめたいとは思いません。自分がわがままにできないのは不当だと思っていて、周りが変わるべきだと思っているからです。でも実社会での体験が増えると、わがままではまずい、不幸になるということが分かってきます。でもその勢力がまだ小さい時にはわがままをやめたくてもやめられないということになりますね。まだわがままだと都合が悪いからやめなくちゃと思ってるだけで、本当にわがままが悪いものだとは思っていないんです。そういう時にはわがままそのものにわざと悪いイメージを足すといいんです。この誘導瞑想の中ではわがままはトカゲの考えと言っています。つまり猿以下なんです。トカゲなんて嫌ですよね。ですから普段からわがままはトカゲの考えというような言葉を繰り返していると効果があります。そもそもわがままは人間の原始的な思考ですから、思い込みを直すという誘導瞑想には合わないんですが、あえて作ってみました。50代60代の人にはもう人のことばかり優先するのはやめなさいとか、もっと自分の考えを信じなさいというようなことが多いですが、まだとても幼い心の人には方向性が逆になります。人のために奉仕しなさい、自分をバカだと思いなさいとなります。つまり山を登ろうとする人と山を降りようとする人は方向が真逆だということです。ということで、本当にわがままをやめたい人はぜひこの誘導瞑想を聞いてくださいね。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。できれば3歳がいいですね。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはわがままだよね。これは嫌い、あれが欲しい、あれをしてよ、これは嫌、何でも自分の思い通りにしたいんだよね。それが通らないと腹を立てて家族に八つ当たり。大人の自分はあなたのわがままで自己中心的な態度にとても困っているよ。あなたがそのわがままを自分の権利だと思い込んで、それを通すのが人生の目的になっているから、いつまでたっても幸せになれないんだよ。結婚もできないし、豊かにもなれない。人が持っているものさえも手に入らない。それでいいの？あなたは自分は悪くない、周りがダメなんだと思い込んでいるけど、そうじゃないよね。あなたは特別な能力でもあるの？何にもないよね。ただの人だよね。むしろあなたが親や社会に養われているんだよね。それなのに周りを尊敬せず、見下してバカにしている。理屈が合わないよね。なんで周りの人はあなたの思い通りにしなければならないと思い込むの？自分がどれだけ価値があるの？あなたは勘違いばかりだね。それはただの未熟な脳の考えなんだよ。わがままはトカゲの考えだと思いなさい。わがままは人間じゃない、トカゲの考えだよ。そして今すぐわがままをやめなさい。人のことを思いやりなさい。自分のことよりも人を優先しなさい。自分のためではなく社会のために働きなさい。親に良いことをしなさい。未来の自分は分かっているんだよ。本当はあなたはわがままな自分をやめたいんだよね。わがままでは何の得もないことが分かっているんだよね。だから未来の自分はあなたを叱りに来たんだよ。それはあなたが大切だからなんだよ。
あなたに幸せになってほしいからだよ。あなたに多くのものを与えたいからなんだよ。あなたが思い通りに生きたいのはわかるよ。そのためにはまず自分をしつけないといけないんだよ。だからまず自分をバカだと思いなさい。そして人に従いなさい。そして人を敬いなさい。傲慢はやめなさい。自分ばかり所有しようとしないで、人に分け与えなさい。そして親に感謝しなさい。親にたかるのはやめて、むしろお金を差し出しなさい。大丈夫だよ。今は遠回りに思えても、それが近道なんだよ。あなたは必ずわがままをやめて、ちゃんと立派な人間になれるよ。そして幸せになれるよ。未来の自分があなたに悪いことを言うはずがないの。あなたの役に立つことを言ってるんだよ。だからわがままをやめようね。あなたが大好きなんだよ。